リエイティブ農場配信企画大河ドラマ鎌倉殿の13人編でございます。はい、イエーイ、まーす、はい、さあ、ということで皆様こんにちは。クリエイティブ農場スタジオ884の柿本でございます。そして、はい、本日も梶原さんとご一緒です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、梶原さんと大河ドラマ鎌倉殿の13人を一緒に振り返っていきましょうということで、早速今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、今回のテーマはしおり友の最後についてでございます。ねついに頼朝がいなくなってしまいまして、うん、ねえ、ここまで来ちゃいました ね、うん、ね、なんかもう勝手に最初見始めた頃は頼朝は最後までいるものだと思い込んでたので、うん、あ、なくなっちゃうんだっていうので、うん、なんかね、寂しいところではありますが、そうですね、うん、もうね、たびたび義経のこととか義仲公のこととかあって、うん、上総の広常公のこともあり、もう本当に頼朝嫌いと何度も思いましたけども、はい、でも大泉洋さんの人柄といいますか、ね、演じ方っていうのもありまして、なんかどこかこう憎みきれないというか、頼朝をみんなこう嫌とか嫌いとは言いつつも、やっぱりいなくなった頼朝ロスになってしまって、ちょっと寂しいなとは思うんですけども、いろいろと YouTube で動画を見ておりまして、そしたら梶原さんも以前見ていたっておっしゃってた、その草燃えるっていう同じ時代を、はい、描かれた大河ドラマがあったんですけども、それと今回の鎌倉殿を比較されてる方がいらっしゃいまして、それをちょっと見てたら、草燃えるの方の頼朝はもうなんかとにかく嫌いみたいなもうあいつはクズだ、人間のクズだみたいな、もうすごいなんか酷評ぐらい本当に頼朝嫌いって言って、それに比べたら今回の方はなんかそこまでじゃなかったっていう風になんか解説されてて、やっぱりこの脚本の違いとか演じる人とかによっても全然同じ人物でも雰囲気ってやっぱ変わるんだなと。そうですね、なんか三谷さんの脚本の得意な、うん、やっぱり人間ドラマの中でコミカルにちょっと描いていくっていうのを、うん、まあもともとね、ちょっとこの鎌倉時代はだいぶヘビーなストーリーなんで、うん、どういうふうになんかね、ちょっとそういう楽しい部分を入れていくのかなと思ってたら、はい、ちょこちょこやっぱりこう笑える部分が、うん、ね、あって、それがね、はい、大泉洋さんのキャラクターとぴったりね、ヒットして、うん、本当に今ね、言ってくださったように、私はもう草燃えるの頼朝公子坂浩二さんと北条政子さんが岩下志麻さん。もうこの印象がもう強烈だったんで、うん、これを大泉洋さんがどういう風になるんだろうっていうのはね、うん、ちょっとこう期待と不安が混じってたんですけれども、うん、やっぱり皆さん大役者さんで素晴らしい感じですね。はい。すごいいいキャラクターだったなと思いました、頼朝が。ただそんなね、頼朝がもういないということで、これからちょっとね、いろんな人がいると思うんですけど、まあこれまでもいろいろわからない人はいたんですが、特にちょっと気になってるのが、比企一族と、あと三浦の一族の、この方々の、なんかその立場といいますか、どういうポジションで、なんかこれからなんかどんな感じになっていくのかなっていうのが、ちょっといまいちよくわかってなくて、この比企さんは、育ての親みたいな頼朝の、そうですね、そんな感じをやってたんですけど、はい、ライバル視じゃないけど、なんかこうちょっとバチバチやりそうな雰囲気があるんですが、うん、なんかこの辺ってなんか一体どうなっていくんですか？なるほどなるほど、はい、じゃあちょっとね、今回はもう頼朝公の最後っていうことなんで、はい、頼朝公のね、なんか振り返りも含めて、ちょっとそこら辺をね、整理しましょうかね。はい、お願いします。はい、もともと頼朝公のお父さんの源義朝公が、京都での、朝廷の権力争い、うん、平治の乱ですよね。平治の乱で、それぞれ朝廷側の武士として、平清盛公と、あと、義朝公か、頼朝のお父さんですよね。が分かれて戦って、平治の乱は平清盛公の側が勝利したと。
で、源氏一族義朝公は逃げていくわけですよね。で、名古屋方面ぐらいの、そこら辺の、地元の武士とにかくまっていただいて、一旦逃れるんですけど、その豪族武士が裏切って、義朝公を切り殺してしまった。で、その時にですね、頼朝公も逃げたんですけれども、捕らえられて、もう源氏の御曹司ですからね。もう命がなくても当然のところを清盛公の義理のお母さんかな、池の善人という方がですね、この子は私の子供のちっちゃい頃に似てるって言ってですね、命を助けてくれって清盛公にお願いして、で、頼朝公は源氏の御曹司なんだけれども命を取られることは免れて、で、伊豆に流されるわけですよね。で、まあ伊豆でちっちゃい頃からその生活が始まるんですけれども、その頃の高貴な方とか武士の一族はメノトっていう母親が育てるんじゃなくてメノトに預けて育てるっていうそういう仕組みが一般的でして、で、まあ、頼朝公はその伊豆に流された時に比企尼っていう方ですね、比企一族の草笛光子さんが役やってたかな、比企尼を母親代わりとして育てられると。だからもともと比企一族と頼朝公はすごくご縁があるんですよね。で、北条一族が、じゃあどこで出てくるかっていうと、北条一族、三浦一族は、もう伊豆一帯の地元の有力豪族で、力はもともと持ってたんですけれども、その頼朝公と関わってくるのは、政子さんが結婚するっていう、その時ですよね。その時に一気に近くなって、ぐーっと近づいて。でもその時はまだ平家の一族の世の中ですから、近づいてもどうなるかわからない。全然一物得にもなんないんじゃないか、みたいなことだったんですけれども、やっぱり歴史っていうのは何がどう起こるかわからないっていうことですよね。頼朝公が旗揚げして。で、北条一族と共に鎌倉幕府を作っていくっていう流れですよね。で、比企一族は頼朝公の乳母だったし、で、次の頼朝公の子供、頼家公、万寿さんですよね。頼家公の乳母にもなるんですよ。で、頼家公の奥さんも確か比企一族から出てるので、まあ、要はその北条一族、北条政子さんを出して、権力をこうぐーっと鎌倉幕府の真ん中に来た北条一族と、今度頼家公の奥さんを出した、乳母でまあ比企一族がこうぐーっとこう鎌倉幕府で権力争いになっていく。ですね。まあ実際はどうだったかちょっとわからないですけれども、北条の場合は今回の描かれ方は、お父ちゃんの時政公の奥さんですよね。宮沢りえさん演じる陸さん。陸さんがあんたこんなことでどうするのよ、つって、でこう、お尻を叩くみたいな感じですよね。で、今度一方、比企一族の方は比企義和、佐藤二郎さんが演じる。比企義和公が割とこう裏でなんかこうこそこそやってねえ、なんかこう暗躍してるような感じを演じてますよね。はい、本当はもうどうだったのかちょっとわからないんですけれどもね、今回はそういう人間関係で書いてて、実際比企の誰か北条の誰かがそういうことをやってたんだと思うんですよね。うん、でも鎌倉幕府のど真ん中でそうやって比企と北条は次の将軍をめぐって、じゃあ権力は、じゃあ比企に取られたら、じゃあ今度北条はどうなるんだ、みたいな争いをしてたわけですよね。で、三浦の方はですね、坂東武者としては、はい、北条と並ぶような土地とか兵力を持った大豪族だったんですよね。だからまあそこら辺は鎌倉幕府のいざこざをちょっと一歩引いて、外から冷静に見てて、義時公ともね、すごく仲良し、幼馴染だから、適切なところで企画のアドバイスをするみたいな立場ですよね。はい。まあ、それは自分たちがちゃんと土地とか兵力とか、しっかりあるっていうのが前提で、まあ、ああいう感じの立場を取ってるんじゃないかなと思うんですよね。だから今後は、だから、その、まあ、権力争いとか、あと、兵力がないところとかは、ちょっとずつこう、滅ぼされていって、で最終決戦みたいなところで北条と三浦がぶつかるっていう。ぶつかっちゃうんですね。ですか、これがね、だね、なんでそうなっちゃうのみたいな。ちょっと悲しいね、ことではあるんですけどね。頼朝公っていうなんか源氏の御曹司が旗揚げして、うん、日本国中の権力がね、自分たちの目の前に来るっていう歴史の流れに翻弄されたって感じですよね。本来ならば本当に坂東武者としてのんびりと一生を過ごして、家族や身内や仲間たちとね、和気あいあいと一生を終えるみたいなのを
通にあり得た、そういう人たち、間柄だったんじゃないかと思うんですけれどもね。これが。じゃあ、今出てる、まあ、比企、三浦含むいろんな一族は、もうこれからどんどん北条に全部滅ぼされていくんですか？そうだね。結局、うん、後ろで糸を引いてるのは北条っていうことになるね。だから、吾妻鏡っていう北条氏が書いた鎌倉時代の古式文章には、まあ、北条のことを悪く書くことはほとんど載ってないわけよね。ほとんどっていうのが全然載ってないかもしれないね。まあ、だから、出来事としては吾妻鏡は並べてあるけど、やっぱりその裏を探っていかなきゃいけないみたいなところもあったりしてですね。なんかね、やっぱりね、二代目将軍より家康、さらにその子供の三代目将軍、実朝公とかが最後に亡くなると。もうなかなか、なかなかですよ。みたいな、そこまでやっちゃうみたいな、ね、のをちょっと北条が糸を引いてたっていうような説になってるから、ちょっとかわいそうですね。いやー、でなんか、これまでも結構どん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 ヘビーというかね、結構辛いシーン多かったですけど、まだまだ続くということですね。そうそう。これまでは頼朝公っていうさ、源氏の御曹司が中心だったから、はい、それにみんな付き従って、なんだかんだいろいろありながらもね、はい、そこが中心だったけど、一気にその中心がさ、出れるから、こっからですよ、権力争いは。もう、大変。はい。はい。これからヘビーですね、また。そうね。この後ですね、まあちょっと個人的にですね、うん、あの鎌倉の方に旅行して、はい、梶原景時公のお盆の牧場とかやってるお寺があったりとかするんで、はい、ちょっと出れるとこ回れるところをいろいろ回ってくると思うんですけれども、はい、まあ、例えば頼朝公のねお墓とかね、まあ、20年ぐらい前から回り始めたんですけれどもね、うん、ここが頼朝公のお墓なのとかいうぐらい随分こじんまりとしてて、これ鎌倉幕府作ったその後ね何百年か続く武家政権の最初の将軍のお墓にしてはっていう感じとか、あとは三浦一族がね最後こう亡くなった場所とかもね残ってるんですけれども、なかなかねちゃんとこう場にご供養されてるっていうよりは、えこんなにちっちゃいのみたいな感じがあったり、だからこの北条一族が全部御家人を滅ぼして、その後も鎌倉時代って続くから、その鎌倉時代の時に北条一族の権力を盤石にするために、もう他の源氏一族にしても他の皇族たちをもう歴史上から抹殺するみたいなぐらいで、なんか自分たちのなんかもう都合のいいように持っていったんじゃないかなっていう感じがしますよね。まあまあこれはちょっと私の主観も入ってますけどね。はい、ね、これからまたちょっと話すときのテンションがどん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 下がっていきそうな気がします。まあまあそうね、はい、そうですね。まあけど歴史にねこういうことがあったっていうことで、けどまああれだよね、結局は本当にねなんかこう日本国をね統一しようとか、うん、そんなことを思ってた一族というかね、うん、人たちは別にいなかったんだけれども、そういう流れの中で北条がこうやってるんなら比企のうちだってね、うんうん、もっとなんかいい待遇があっていいんじゃないかとか、和田のね頃はもっと梶原と和田もまた結構仲悪いんだけど、あ、そうなんだよね、いろいろあって、うん、梶原がこれなのになんで和田がこんなんなんだとか、いろいろななんか多分こう人間関係ってさそういうもんじゃないですか。確かにそうですね。ねえ、はい、なんか権力欲とか野心があるっていうのはとは別に横の誰かと比較してみたいな、はい、そういうのでもなんかいろいろと、まあ、出てくるんだろうね。あとはなんか武士の立場っていうのもやっぱりこう命をかけてるから、一族老頭家族でやっぱりね戦いの中で亡くなった方たちがいっぱいいるわけだから、そのことを思うともっとこうしてあげたいとか、こういう立場とか恩賞があって叱るべきじゃないか、この恩賞はあいつより少ないとか、うん、これだけ活躍したのにとかいうことなんだろうね。確かに、ね、ありますね、そういうのは、ね、またこれからのそれぞれの立場と北条の変化といいますか、北条の動きをちょっとまた注目しながら見ていきたいですね、うん、そうですね。とりあえずは源氏三代、子供孫だいぶやられちゃうんで、うん、ちょっと楽しいですよ。うん、
とね、また今度、ね、はい、梶原景時公も滅びてしまうということなんで、悲しいところは続きますが。本当にね、まさに。ちょっと次回とかは、景時公の最後とかをお話しできるといいですね。うん、そうですね。はい、それはもうなんか、長尺前後編になるかもしれませんが。はい。はい。なので、またちょっと次回いろいろと話していきたいと思います。はい。はい。ということで、今回はここまでになります。また次回の更新をお楽しみにお待ちください。では、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、さようなら。さようなら。